予想フォーメーション3421です。ゴールキーパーにセランテス、ディフェンス3枚、右から市原、福森、加藤哲也、ボランチの位置にトーマス・モツキヨン、新井光、右ワイドに湯葉健心、左ワイドに101試合目の近藤貴虎、ワントップマルクス・ビニシウス、その後ろに加藤純也、横山由美希が控えるというラインナップを予想しています。ゴールキーパーに永井、右サイドバック三輪、センターに秋山と林田、左サイドバックに J リーグ戦初出場の小島です。ボランチの位置に古巣対決となった武井誠吾、そして下沢、ワントップ古川、その後ろに右から久保、増田、夏川が並ぶというラインナップを予想しています。久保が奪って少しクロス気味に走りながらボールをキープする、古川が呼んでいる、後ろから来た武井、武井の最後シュートだったでしょうか、ワンタッチありました。下沢が下がってこの位置、武井前が空いている、ふわりとしたボールでした。セランテスがキャッチしています。一気に前へ、ビニシウスだ、オフサイドはない、横山が前に走る、右足シュート、加藤のヘッド後ろにこぼれた、久保が行く、打った、頭で返した、もう一度打っていく、決まった、先制得点、 FC 大阪、古川大吾。この試合動かしました、背番号34、先ほどのピンチをしのいでここは一気にゴールを奪っていきました。長いからのフィード、そのこぼれ球、久保が放って、このボール一旦市原がヘッドで返しますが、そのこぼれ球、古川が得意の左足を振っていきました。試合は40分を経過しています。再び今治が前に出ます、倒されて、ここでもう一度ボールを奪う、前に出る、耐えた、シュート、バーバー、今度が行く、上だ、バーの上でした。スタジアムにはため息がこぼれます。湯葉のシュート、トーマスが下がってボールを右に出します。市原、増田に渡る、久保が前に出ていく、古川が前に出た、ボールを預ける、セランテスがブロック、長身の選手も控えます。エリア内は5人、ボールが入る、ファーサイド、叩きつけるボールは枠を外しました。新井がボールを持つ、選手が前に出る、新井がドリブルしてスペース、加藤純也、左でシュート、跳ね返って決まった、追いついた今治、加藤純也の移籍後初ゴール、今治のサポーターが沸いています。今三馬が立ち上がりました。加藤純也、湯葉を走らせる、切り返した、エリアだ、シュートを放つ、こぼれ球まだある、折り返してクリスレータッチ、惜しくもキーパー正面でした。右サイド、加藤純也、ここに山田が控えていた、クロスが入る、中央、ウェズレータンキーヘッド、わずかにバーの上、ボールを奪った、湯葉、加藤純也、エリアに入っていく、山田がバックアップ、クロスを入れた、ファーサイドヘディングシュート、長
永井が止めました。目安の4分台に入っています。ここで試合終了です。 FC 今治連勝は5でストップ、勝ち点1止まりです。一方 FC 大阪、5試合ぶりの勝利には届きませんでしたが、アウェーで勝ち点1を掴んでいます。